こんにちは。今日の実況を担当する西岡明彦です。オールドトラフォードで行われる試合の模様を解説席に福西崇史さんをお迎えしてお送りします。福西さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の試合はマンチェスターユナイテッド対ベガルタ仙台のカードです。さて、このゲームのホストチームですが、残念ながら今シーズンのゴール数はリーグワーストと得点力に欠けています。一方、ゲストチームのゴール数はリーグトップです。今西岡さんが言った通りのゲーム展開になるとしか思えませんね。こちらがマンチェスターユナイテッドの先発メンバーです。攻撃的な 4-4-2 ですね。4人のディフェンスラインの前にアンカーを置くシステムです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。さあ、キックオフ。マンチェスターユナイテッドがボールを動かします。ポール・ポグバ、ジェシー・リンガード。ルーズボールです。ボールはどっちだ。目の前、チャンス来た。シュートだ。最初から試合が動きそうでしたが、得点を決められません。まだ序盤ですが、チャンスは確実に決めたいですね。プレスネル・キンペンベ、アレックス・サンドロ・ロボ・シューバ、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。サイドからのチャンス。やはりそう簡単にはいきません。ボールは大きくクリアされます。スローインとなります。サイドからの攻撃を狙います。キーパーの守備範囲です。ボールを取りました。さて、どうする。これはもったいない。ボールを失いました。ポール・ポグバ、ラッシュフォード、シュートを狙う。打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。リンガード、中央にクロス。このクロスはキーパーが簡単に処理しました。デヨング、アレックス・サンドロ・ロボ・シューバ、フエッジ、ジェシー・リンガード、ラッシュフォード。ボールを奪いました。さあ、どう組み立てるか。さあ、カウンターで一気に行きたい。
ここはよくスペースが見えていました。シュート、ここはデヘアが見事に止めました。マンチェスターユナイテッド、ここは縦をつくでしょうか。クロスを出せるか。さあリードできるか。キーパーがキャッチします。都心アダラビヨヨ、前が空いている。勝ち越し来るか。ゴール、勝ち越しです。サポーターの様子をご覧ください。これは信じられません。ただまだ時間はたっぷり残っています。喜ぶには早いと思いますよ。このゴールはバーに当たって入りましたか。跳ね返るかなと思ったんですが、ついてますね。ゴメル・メナマ・ルキャク、ジェシー・リンガード、相手のゴール前でパスを回します。ルーズボールになっています。絶妙なパス、これはサイド、空いているスペースが見えたか。止めました、止めました。素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。スコアは1対0。ここで後半です。天気は未だ回復していません。このコンディションですから守備にも細心の注意が必要です。決めに来た。また決めたかと思いましたが、これは入りません。そうそう決められませんよ。長澤俊、ここは味方を使います。ここはシュート、難しいシュートでしたが枠を外れます。福西さん、格下と見られたチームがリードしていますが、これはこのまま行ってしまうんじゃないでしょうか。そうですね。全員が集中を切らさないようにしっかり戦えば、このままの結果というのは十分考えられますよ。フレッチ、ティモシー・フォスメンサー、前に出しましたが気を抜けません。ルカクへ、中へ切り込んだ。しっかりとしたディフェンスです。ルカク、同点に追いつけるか。入ったかと思いましたがディフェンスがブロック。決まっていれば同点というシュートでした。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。ポール・ポグバ、アレックス・サンドロ・ロボシューバ、見事なスルーパス、長澤俊、これはデヘアのスーパーセーブ。さすがとしか言いようがないですね。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。いいカットです。ボールを奪いました。試合終盤、マンチェスターユナイテッドは1点ビハインドの状況です。熱烈な声援を送っているサポーターに応えて、なんとか同点に持ち込みたいですね。中盤でボールをカットしました。走り込んだ味方にスルーパス、いいクロスだ。よく止めました。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、
まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。一旦防がれはしたもののこぼれ球をゴールへと押し込みました。キーパーはアンラッキーでしたが、あの位置にいたからこそ生まれた得点です。マーカス・ラッシュフォード、ポグバ、これはもったいない、ボールを失いました。ドリブルで崩します。このシュートは入りません。完全にゴールが決まったと思ったんですが、どうしたんでしょうか。マンチェスターユナイテッド、ここは決めて、ペナルティーキックです。 PK の判定です。警告、イエローカードです。今のは仕方がありませんね。止められました。キーパーに威圧されたんではないでしょうか。これは相手にパスしてしまいました。絶妙なパス、狙っていった、距離はありましたが強烈なシュートで狙ってきました。わずかにそれましたが惜しかったですね。この思い切りの良さはロングシュートに自信があるんでしょう。フレッジ、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。見事な視野です。これはスルーパスが強いか。ゴールです。ゴールゴール、そこにいましたか。これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。さらに追加点、点差を広げます。相手の心を折るには十分な1点かもしれません。別の角度からご覧ください。選手の交代があるようです。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ここはインターセプト、しっかり予測していました。入るか。ダビド・デヘアの素晴らしいセーブです。セービングは世界トップクラスですね。飛び抜けています。ゴール前に入れた。このボールは相手にクリアされました。コーナーキックとなります。コーナーからエリア内へ。このクロスはやすやすとカットされました。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。福西さん、今日は完全なワンサイドゲームでしたね。そうですね、相手が相手ですし、もうしょうがないですね。